チョンドンファンは大韓民国全羅北道金、筒見市出身の俳優。歌手のチョンユンソンは妻、舞台女優のチョンハニは次女である。経済的に恵まれない家庭の次男として誕生。母親は行商をしながら息子たちを育てたという。母親は学費がかからない神学校への進学を望んでいたが、チョンドンファン本人は高校受験に失敗した後、 受験勉強のため図書館に行く途中、偶然演劇部の公演を見たことをきっかけに、ソウル特別市内の中東高等学校の受験を決意した。1965年に同校へ進学して演劇部に入部、1年次から舞台に出演した。同年出演した日の出で全国男女演劇コンテスト最優秀演技賞を受賞している。卒業後、 哲学会の進学を希望したが、大学受験に失敗。演劇コンテストで縁のあった劇作家の留意達進に進路について相談し、翌年ソウル演劇学校に奨学金を得て進学した。在学中の1969年に、見知らぬ男で舞台デビューしたほか、ベトナム戦争に従軍した経験も持つ。卒業後の1973年、 第六期声優に選ばれて TBC に入社したが、演劇との両立に悩み一年で退職。翌1975年に、舞台劇、舞大使に出演後、同年秋に、日本の沖縄県に渡り佐藤キビ畑での労働に、従事した。以後、沖縄での労働で収入を得、韓国に戻っては舞台に出演するという生活が、続いた。1977年、 前年に設立された劇団現代劇場に入団し、同劇団が制作した歌手エディット、ピアフの生涯を描いたミュージカル、パダムパダムパダムに、レーモンアスス役で出演した。1978年には、KBS 制作の課長に出演し、翌1979年に開催された第15回、韓国演劇映画テレビ芸術対象テレビ番組、 部門新人演技賞を受賞した。1981年には、今にが1965年に制作した映画を、キムスヨンがリメイクした番集に出演し映画界にデビューした。1982年、女優のキムユンミとの関係がスキャンダルに発展し、KBS から無期限の出演停止処分を言い渡された。これに伴い出演中であった、フーンと三妹を、 中途交番しなければならなくなった。その後アメリカ合衆国に渡り、清掃の仕事をしながらリーストラスバーグ演劇学校に学んだ。留学中、同国在住の友人の紹介で、歌手活動からの引退を宣言し渡米していたチョン・ユンソンと出会い、1986年に結婚している。1984年1月に出演停止処分が解除され、 1985年に韓国に帰国、同年制作の故郷と KBSTV 文学館未明の空で芸能活動を再開した。1993年、オーロラのために、で、第29回百草芸術大賞演劇部門、最優秀演技賞を受賞。1997年には舞台劇南から来た客に出演し、 第21回ソウル演劇祭演技賞を受賞。以後、1999年に四比演劇賞、2001年にキムドンフン演劇賞と演劇の賞を立て続けに受けた。2009年には第19回ヘラン演劇賞を受賞している。2007年パニック障害を発症し、一時期通院しながら仕事をする生活を送ったが、ご克服した。 2013年1月より1年間、SBS の教養番組、よく食べ、よく生きる方の番組進行役を務めた。妻チョン・ユンソンは結婚後死不業に専念していたが、2013年5月に、KBS の音楽番組、コンサート7082、出演、約30年ぶりに歌手として活動した。夫妻の間には、カズオ女がある。 長男と長女は2013年7月、よく食べ、よく生きる方に出演した。出演作品は個別に客中がないものについてはによる。一覧を表示する一覧を表示する1978から2000年2001年。ありがとうございます。